さて、第1位の銭湯の裏話で、途中棄権したロシアや日本にどつかれた中国をこれから見ていくで。この2つの国はどっちも19世紀後半、国が傾いてんねん。ロシアは東方問題で失敗、中国もアヘン戦争で苦しい時や。まずはロシアから。ロシアはあの後ナロード2期運動やらで国内が揺れる中、1890年代ロクツ同盟組んでフランスに助けてもらいながらシベリア鉄道を作ったり、またでかくなろうって動き出したり、ニコライ2世の皇帝の専制性への不満も増えて、1898年レーニナによってロシア社会民主労働党ができたりしねん。そんな中、でかくなるのに東に邪魔する奴が出てんな。それがほら、東の端っこ、日本や。せやから日露戦争が起こってまうねんけど、日本はロシアを抑えたいイギリスと1902年、日英同盟組んだり、アメリカがついてくれた上、ロシアでは民衆の不満を訴えた民衆が軍隊に何百人も殺されてまう、地の日曜日事件をきっかけに、ロシア第一革命まで起こるもんやから、この前までちょんまげつけてた小さい国を日本でも勝つことができたんや。そしたら、セオドア・ローズベルトに間に入ってもらって、ポーツマツ条約結んで、南満州鉄道とか、利権やらを獲得してん。ちなみにほら、セオドア・ローズベルトって言うたら、あの、棍棒外交で有名な、ちょっとこう、ほわんとしたお茶や。もうこうなってくると、ロシアでは、労働者が評議会のソビエト作るし、ニコライ2世は、10月直令で国会のドゥームっていうのを約束するも、その後首相になったストロイピンが、専制体制を復活させてん。ほんでもそうなった国民の不満はどんどん溜まってって、どうしよっかなーってなった時に、あの第一次世界大戦の話が舞い込んだんや。OL が仲の悪い先輩と部長の悪口で意気投合するように、もっと嫌な敵を用意してあげたら、矢印っていうのはそっち向くねん。結構世界史ではこういうことようあんねんで。まあ、鉄則に入れてへんっちゅうのは、これに当てはまらん場合があるっていうことやな。まあ、そんだけで結構そういうことってようされる話や。そやから戦争に参加して、国が揉めとる場合やないでーって。そんなんしてたら、俺ら攻められて殺されてまうねんでー言うて、国民の怒りをそっちに向けて。いろんな国にいた反戦の社会主義者かて、戦争始まったら支持すんのやから、まあ所詮そんなもんやで。ほんでも、結果は前回言うた通り、やめて食いなしロシア革命。な ?2 月にペトログラードで暴動が起きてソビエトを作ると、ニコライ2世はしぶしぶ退位。ロマノフ朝が滅んで、臨時政府ができてん。これが2月革命や。ちなみに俺らは、ロシア歴2月って、3月やから3月革命っても言うわ。そやけど臨時政府のケレンスキーは戦争嫌やー言うて革命を起こしたんに、戦争はやめんすきーなんていうもんやから、レーニンたちのロシア社会民主労働党の多数派って意味のボリシェビキっていうのが、レーニンの式でトロツキーがドツキーって臨時政府をぶっ飛ばす10月革命を起こしてソビエト政権作ったんや。すると地主の土地没収の土地に関する布告や、無併合、無賠償、民族自決の平和に関する布告っていうのを出したり、ブレスト・リトフスク条約で戦争もやめて社会主義を固めたんや。ちなみに要でる社会主義やら資本主義の話をしとくと、ざーっくりわかりやすい話をすると、社会主義っていうのはみんな同じやっていうことな。みんな同じ。貧乏も金持ちもなく、全く同じやから、人々は自分のためやなくてみんなのために働いて、食べ物も同じように配られる。独り占めを許さへん。こう聞くと、なんかこう、鉄則協力に近いな。逆に資本主義っていうのは、やった分返ってくる。だから、頑張らんと貧乏になるし、頑張れば金持ちになるわ。で、金を稼ぐのは、頑張ることとはまあ違うんやけど、まあそれは文化のショーのアニメでおまけにつけるビジネス講座で詳しく見てな。話戻すと、社会主義は社会のために頑張ろう!みんな同じやでーが、基本やから、食べ物も配給されたり、金持ちや地主を取り締まって貧乏に優しい。っていうことで、まあほな一見良さそうに見えるかもしれんけど、逆に自分のやりたいことを仕事にできんと、社会がしてほしいことをやらなあかんから、国営化も要されるし、あと頑張っても同じなんやったらな、やりたいわけでもない仕事で頑張らなくても食べ物が配給ってなったら、誰が頑張んねん。どっかの国にも国に雇われてクビにならんし、給料も頑張りに応じてとかやなくて、もう必ず月々固定でもらえるなんて、こうまあ社会主義的な仕事をしとる人の中には全然頑張らんと毎月いい金もろとるなんて人もおるやろ。このスタイルって頑張らんようになってしまう欠点があんねん。せやから金持ちたちやいやいややらされるのに反発する人が出てくるし、他の国々もそんな金持ちに冷たい頑張る人の減ってしまう社会主義がええとか言わせたらあかん言うて、休戦の後すぐ大祖干渉戦争を始めたんや。よう聞くシベリア出兵っていうのはこの時やったやつやで。国内もレーニンが
憲法制定議会っていうのを力で解散させ、ボリシェビキの独裁にすると、共産党と名前変えて、首都をモスクワへ移して、みんなに食べ物を同じだけ配ろうって、穀物を無理やり取り立てたり、企業を国有化する、戦時共産主義やら、そういうことをやらすもんやから、頑張った人々たちの反発にあって、結局、新経済政策 NEP っていうやつをやるんや。この NEP は、食べ物の販売自由や、中小企業の個人経営を認めて、まあ、言うならばほら、頑張った分いい思いができるようにしたったんやな。要はちょっぴり資本主義を認めてみたんや。ほんでも、その後レーニンが死んでしもうたら、二人の後継者が出てきてん。あの、ドツキーのトロツキー。こいつがな、実は、もう一人の方に追放されてん。ほんで残ったのが、スターリン。こいつが権力を握ったんや。スターリンは、みんなで社会主義やらな大変でーっていう、トロツキーとは逆に、一国だけで社会主義したらいいやん、いう一国社会主義を主張して、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ザカクソの四つで、ソビエト社会主義共和国連邦略してソ連を作ったんや。これがまあロシアの話やな。まあ今回の話やと社会主義ってあんまり良さそうに聞こえんのかもしれへんけど、まあ俺ら資本主義やしな。そんなに悪いことはないんやで。まあ詳しいことは先生とかの授業で学んでや。大人になって働くとき大切になってくるからみんなには誤解ないようにしてほしいね。ほなまとめいくで。このロシアのポイントはなんつってもソビエト。国内がガタガタのロシアが立派に一人でビシッと立つようになるから、その様子を日本ではルーをつけてソビエトラって動詞にしてくらいよね。そやけどそれまでには色々あったんやで。日露戦争で不満が爆発してロシア第一革命。その後10月宣言。でもストルイピンが戻す。すると第一次世界大戦に参加。でペトログラードで暴動の2月革命や。するとソビエトが出てくんねんけど、ソビエトル。やで。ソビエトルンやから、一個がドーンとするもんやな。そやから、ソビエトと並ぶ臨時政府は倒すし、憲法制定議会も倒すね。そして戦争をやめて、社会主義固めると、ソ連が成立。そして、レーニンが亡くなった後出てきた、スターリン&トリツキー。やけど、ソビエトル。やから、一人でビシッと、一国社会主義のスターリンが権力握って。よっしゃ、これでバッチリ押せましたーってなったら、次の中国で、折り返しの半分や。しんどいかもしれへんけど、もうちょい頑張ってこな。